Y 白紀元前一世紀頃の遠い諸国と Y の位置。Y 白は中国の黒竜江省西部、吉林省西部、遼寧省から北朝鮮にかけて北西から南東に伸びる大城の地域に存在したとされる古代の種族。同種の近縁である Y と白の2種族を連称したもの。周代以降の記録に Y、白の名が見えるが、元代に入り Y 白と記されるケースが増える。 漢字触化詞では、ハクと表記される。紀元前2世紀の中国東北部にいたワイハ白は、ワ Y 拍、要素、高栗、フヨの4種族の前身であり、現在の韓国関温ドにいた東ワイは、前漢代の中国東北部にいたワイの後裔とされる。ワイハク系と見られる集団は、他に、要素、部類、高エビス東イなどと、ハクと同音、または、 金字音の無地な、北初、白民などがある。司書には、富裕の出自が Y と見られる記述があり、また、白を、コウクリの別名、または、別種と記す。部類と富裕の上、コウンが同じとする説もある。進ススムのコウアキラはコウクリを高エビスの子孫としている。五感書では、Y、要素、コウクリはもともと朝鮮の地にいたと記す。二世紀頃の東伊諸国と Y 白の位置。 以下は独自の国家を建国した付与と高繰りを除く、Y、白、要素、東は Y についての記述。縁の昭王の時代、ツバメは朝鮮公国と戦って、西部の新版、朝鮮を奪い取り、上谷、両洋、右北平、両西、両党の五軍を置き北東へ頂上を築いたが、その際に、近隣の白も縁の支配下に組み込まれた。前巻の元一日 晩年当時、ワイや、要ソは、南井市朝鮮に属していたが、訓の南リョラは、右京に背き、28万人を率いて、両党軍に服属した。武帝はこの地を総海軍としたが、数年で廃止した。武帝は、元宝3年に、朝鮮を討伐し、エーマンの孫の英雄教を殺すと、その土地を分けて4つの軍を置き、元都軍地を要ソ城に置いた。 朝廷の下と五年林遁ンンと、マバンを廃止し、洛郎軍、玄都軍に合わせた。紀元前七十五年、白族の攻撃を受けて、玄都軍地が北西の航栗県へ移り、要素、Y 博はことごとく、洛郎の管轄へ移った。また、管轄範囲が広く遠いことから、ワ Y 博、要素の住む、丹丹大峰の東側の部分に、洛郎等舞台を置き、二以上を地所として、 峰東七県に分けて治めさせ、管理は Y の民が務めた。五官の県務六年、辺境の軍が整理され、落老党といも省かれた。その後、それぞれの県の巨卒が健康に封じられ、二人、加齢、要素の諸県は皆公となった。三十二年、三岳帝は航空公を航空領に昇格させ、Y 博は富裕国と航空国の二つの王国を持つことになった。 ワイハクと要素は各地に主張が並立し、統一国家は作らなかった。遺敵の間で争いが続き、二人以外の広国は滅びたが、二人のワイコウだけは構想や守護などの勧誘を置き、今も続いている。この二人広国の管理はすべてワイ人が務めた。要素の存落の虚卒は、皆が、イニシエの建国生にのっとり参路を自称していた。儀の聖師六年。 落老大衆の龍元大宝大衆の九巡は、領内の東和江が、五冠末から高栗に従属していたため軍を起こして、うち、二井皇羅は、廃下の誘落ちを挙げて降伏した。八年、義の宮廷朝公にも出たため、御事のりを下し改めて二井和王の位が、授けられた。和王は、一般の住民と雑居していて、季節ごとに、軍の役所へ、朝へする。 落老と大宝の二軍に、軍、進むや、特別の徴税がある時には、Y 人にも、税や夫役が割り当てられ普通の住民のように、待遇される。付与となる集団が、松花江上流の弱水を溶かして南へ移り、建国する以前の、支所に、名前が見える、Y 城が発見されている。付近の吉林省にある、西団山一帯からは、集大寛大の時代と見られる遺跡が多数。 発掘されているが、この文化の担い手が、ワハク系部族だったとされ、少数の青銅器、文様のない陶器、多数の農具や武器とみられる、魔性石器などが出土している。特徴的な点として、食器として用いられた陶器の形状、寸胴な底が、深めの作り、尖った足、壺の横にある、耳状の装飾もしくは鳥手、住居の多くが長方形をした、半地下式な点。 石管に埋葬され男女それぞれ特徴的な服装品が収められている点などがある。また、三国史及び新序にも付与の Y 城の記載があり、これも吉林省の東段山一帯から周囲にキロの Y 城と見られる城が発掘されている。東 Y では山や川が重視されおのおのに境界があって、緑によその山や川へ侵入しない。病死者が出ると、 古い家屋を捨て新居を作り直す。要素の言う,ううちに、訓脳はおらず、長卒がいる。東 Y に大訓長はなく、漢代以来、孔、有君、三郎が下校を統治している。東 Y の言葉や風俗は、大抵高句里と同じであるが、衣服は異なる。上着は、男女共に、極良であり、男子は、幅数寸の銀製の花文様を結びつける。要素の言語、 飲食、住居、衣服は、高ウクと似ているが、言語は時にやや異なる。東 Y の誘致の間で審判が起きると、罰として、奴隷や牛馬を取り立てる。この制度を、攻めすぎと呼ぶ。人を殺した者は死をもって、罪を償わされる。略奪や泥棒は少ない。要素の土地は肥沃で他には、五穀がよく実り、また、毛皮、布、魚、塩が取れる。 高栗では、白弓と呼ばれる高弓を産出する。東 Y では、麻の栽培や養蚕によって、麻布、綿布を追う、要素では、死者のために重与竹の棺を作り、土葬した後に骨の実を棺へ収める。一家は、皆一つの棺に収められる。民族や言語については、公営が途絶えてがかりが、わずかしか現存しないため分かっていない。全126年。 総海軍への道路建設で人々から反対運動が起こり廃止した式兵平務所、道光村広市列伝、環状部定期、道職課誌、第四名。現在のところ、三国史三国式中に記載された不確実な八十余の単語しか残っていない。ありがとうございます。